続いてはルロイ・アンダーソン作曲のトランペット吹きの休日をお送りいたします。ルロイ・アンダーソンはアメリカ軽音楽の巨匠と言われる作曲家で、軽快でユーモアに富んだ曲調が彼の作品の特徴でもあります。この作品は1954年に作曲されたもので、陽気で活気に満ちたギャロップに仕上がっています。3人のトランペットソリにもご注目ください。それではトランペット吹きの休日をお楽しみください。Thank you.